限界芸術とは、哲学者の鶴見俊介が、芸術と生活の境界線上に位置する広大な、領域、専門的芸術家によるのでなく、非専門的芸術家によって作られ、大衆によって享受される芸術を指していったもの。鶴見は、芸術を、純粋芸術、大衆芸術、限界芸術の三つに分類している。鶴見は、五千年前のアルタミラの壁画以来、落書き、 民謡、盆栽、漫才、絵馬、花火、土ドドイツ、漫画に至るまで、暮らしを舞台に、人々の心に湧き上がり、ほとばしり、形を変えてきた芸術的な表現を限界芸術と、する。鶴見によれば、柳田邦夫、龍宗義、宮沢賢治らは、限界芸術の先駆者と見ることができるという。マルセル・デュシャンの、泉伏見稲荷の絵馬鶴見の見解によれば、 マージナルアート、言い換えれば、中心と終焉という座標形のはみ出し部分にある芸術ということであるが、和田誠一は逆にこれを芸術が芸術でなくなるギリギリのところに、ある芸術の営みであるとすれば、ポピュラーカルチャー、マルセル・デュシャンの泉、ジョン・ケージの4分33秒のようなものも含めることができるのではないかという。鶴見俊介。 限界芸術論筑前学原文庫1999年 P462 三輪の健太郎漫画と映画 NTT 出版2014年 P22 和志田誠一ぐすぐすの理由角川書店2013年 P22 ありがとうございます